ムトワラは、タンザニア南部の都市。人口79,463人。ムトワラ州の州都である。ムトワラは1940年代に作られた、新しい町であるが、現在タンザニア南部海岸で最も大きな町である。ムトワラの町は1940年代後半、栄漁タンガニーカ南部を広大な落花生、栽培地帯として開発する。 タンガニーら落下生計画の拠点として建設された。この計画のため外洋船の寄港できる深み港や20万人を収容できる都市計画、内陸への鉄道、郵便局など様々な公共機関が建てられ、州の成長も 10km 北のミキンにより移された。計画は1951年に大失敗として放棄されたが、ムトワラの町は深い港を持った。 この地方の政治、商業上の中心として、成長を続け、ミキンダニや林里を抑えて、南部海岸地区の中心都市となった。ムトワラは、モザンビーク国境に近い町であり、モザンビークとは新たに完成した、ユニティブリッジによって結ばれ、さらに内陸部のマサシとは、部分的に舗装された道路で、北の林里とは、舗装道路で結ばれている。また、ムトアラには、 小さな空港があり、ダルエッサラームとの間を1時間程度で結んでいる。ダルエッサラームから、キルワやリンディを通って、ムトワラまでを結ぶ舗装道路が建設中である。またムトワラは、北のミキンダニへ行く、観光客の拠点ともなっている。また、現在内陸部のムチュチュマと、リガンガで、鉄鉱石開発の計画があり、両鉱山と、ムトワラ及び、 倫理を結ぶ鉄道が計画中である。ムトワラからはこの地方で採れるカシューナッツなどが主に輸出されている。ムトワラには5000人を収容できるウモジャスタジアムがあり、サッカークラブのバンダリエ FC が本拠を置いている。ありがとうございます。